ブラチスラバ城、ハンガリー語、ポズソニ VR は、スロバキアの首都ブラチスラバの主城である。ブラチスラバ市街の真ん中を通るドナウ川を見下ろす、ショーカルパチア山脈の孤立した岩丘の上に立ち、長方形の四隅に塔を持つ巨大な城である。その異様と位置取りから、何世紀にもわたって、都市統治の象徴であった。補足、文章に登場する数字は、左に示す。 図面上の数字の位置の建物のことである。図面四隅に塔と80メートルの井戸がある中庭を持つ。一番高くて大きい塔は南西の王冠の塔である。47メートルの塔は13世紀からのもので、1500年代半ばから約200年間、ハンガリーの大観用宝物が収められていた。上門にチウィン門にチグムンド門。 ニコラスモン4でオポルドゲート空中写真王館の塔からドナウ川を見下ろした風景凶のこの城がある町には何千年もの魔音が住んでいた。なぜならアルプス山脈とカルパチア山脈の間を通りヨーロッパ中央に抜ける交易路の途上にありドナウ川を渡れる重要な洗い越しでありバルカン半島やアドリア海とライン川やバルト海を中継する重要な交易路であり 最も重要な交易路である古白の道の経由地だからである。ボラースカルチャーの人々がこの場に最初に今日築いた文明だと分かっている。これは紀元前3500年頃のことである。彼らは城を今日のブラチスラバ級市街のある場所にアクロポリスの一種、そして防衛拠点として建設した。さらに発展したのは初期鉄器時代のハルシュタット文化からである。 当時のカランダーバーグカルチャーの人々は、城のあった岩宮をうがち建物を建てた。再び、城は旧市街の西部にある居住地のためのアクロポリスを兼ねた。後期的時代のラテーヌには、城の丘はケルト人の最も重要な中心地となった。紀元前後期、城はケルト系のボイ族集落のアクロポリスとなった。紀元前9世紀以降、 ローマ軍の国境となったドナウ川のある城の丘にはローマ人たちが住んでいた。西暦5世紀頃についてはほとんどわかっていない。モラビア王国のバシリカのズカイスラブ人がこの地に訪れると状況は変わった。当初は古代ローマとケルトの建物を部分的に使用し、いくつかの要塞を追加した。おそらく8世紀の終わりのニトラ公国時代に、 5万5000平方メートルの大面積を囲う木製の城壁を持つスラブ式の城が建設された。9世紀後半のモラビア王国期には住居やバシリカに囲まれた石の宮殿が加えられた。プレスブルク城の眼下で艦隊を失う新生ローマ皇帝ハインリヒ3世、14世紀の写本新しい石造りの城の建設は10世紀に始まったが作業は停滞した。 しかし、この城は、ハンガリー王国のイシュトバーン一世国王の知性の中心地の一つであった。ポツの2位軍を治める中心地とされ、ボヘミアやドイツからの攻撃に対して王国を保護し、さらに、ハンガリー王国におけるイシュトバーン一世死後などの権力闘争においても重要な役割を果たした。神聖ローマ皇帝ハインリヒ三世は、城の攻略を試みたが、 ハンガリーの伝承によれば、ハンガリー人兵士、ゾトムンドが艦隊に侵入し、穴を開けて沈没させたとされている。ハンガリー王シャラモンは、ラースロー一世の直例でニトラの刑務所に送られるまで、ここで過ごした。同じ頃、古い城壁の近代化と、三次会会議場を持つ、聖旧聖主教会の増設が行われた。それから約100年後には、イシュトバーン三世が、 敵から逃れるために、この城に落ち延びた。城の王冠の塔に収められた冠、剣など、政治的な動向1536年、オスマン帝国に、ハンガリーの一部が征服された後、残った地域は、オーストリア系ハプスブルク家が支配する王領、ハンガリーに再編され、議事堂と中央省庁が集まり、戴冠式を行う首都は、プレスブルクに移された。 結果として、ブラチスラバ城は王城となり、ハンガリー王の正式な王座となった。同時に、この地は16世紀初頭から起きるハンハプスブルク家の潮流に幾度も直面することとなった。一例として、ハンハプスブルク家の指導者、ベトレン・ガーボルの軍勢によって1619年から1621年の間に城を占領され、1622年まで、 王冠が城から持ち出され、オーストリアの皇帝軍に再占領された。王冠の塔に収められた大幹用の宝冠初期の改装ハンガリー王室の建築家、ジョバンニ・ワッティスタカルロネの設計をもとに、バロック建築へ再建され、1635年に強化され、1647年頃に完成した。この改装後の城の外観は、 基本的に現在まで保持されている外観である。1653年には木製の天井がすべて傷んでいることが判明し、翌年に取り替えなければならなくなって貴重な絵画が失われた。10年後、オスマン帝国からの襲撃に対抗するために要塞機能が強化された。要塞のさらなる改良は1673年頃まで続いた。それらは、 最終的に1683年、ウィーンでオスマン帝国軍が敗北することで終わった。1703年、敷地の北東に兵舎が建てられ、交渉も兵舎となった。現在のウィーン門は、1712年に皇帝カール6世の戴冠式の際に建設され、それ以来城のメインエントランスとして使われた。マリアテレジアの改装1740年に、 マリア・テレジアがハンガリーの女王となった際、王国の貴族たちにオーストリアとハンガリーの両方に住むことを約束した。そして約束を守り、多くの時間をこの城で過ごした。1761年から1766年に、城は近代的王居に改装された。しかし、小さな変更では早いものは1740年から行われ、 内部の様々な変更に加えて大きな庭が北側に造営され植物学に興味があった夫の皇帝フランツ一世が城の東に小さな庭を造営した七年戦争ではハンガリー騎士団が城に駆けつけマリア・テレジアを支えたハンガリー貴族との対立によりマリア・テレジアは貴族の代表者であるナードルを任命せず1765年に 女王派の貴族を総督に任命した。この城は総督の居所となり、成長ではなくなった。1765年からの2代目の総督には、女王の娘、マリア・クリスティーナの婿、アルベルト・カジミール・ホンザク・センテシェンが任命された。夫妻は1766年に移り住んだ。この夫妻は科学と文化に明るく、町の科学と文化を発展させた。 総督の居所としては手狭であったため、1767年から1770年にかけて城の東壁に新しい宮殿が建てられた。高級家具や多くの芸術品が運び込まれた。1階にはファミリーギャラリーがあり、後に今日のウィーンにあるアルベルティの美術館の基礎となった。さらに城の北端には、 冬の乗馬校が、城の庭には、夏の乗馬校が直接配置された。両方の城の庭園が改装され、灯油を使った夜間照明が初めて城への接続道路に導入された。1770年、マリア・テレジア自ら、貴重な絵画や家具を主張とテレジアヌムの両方に備えるよう命令し、総督は完成したテレジアヌムに移った。マリア・テレジアも、ほとんど、 非公式にに頻繁に訪れていた1781年に新皇帝ヨーゼフ2世によって総督は廃止された。芸術品はウィーンとベルギーに移され、アルベルトは南ネーデルラント総督に赴任した。他の物品もウィーンに移された。1783年に王国の政治中枢はブダに移され、この地の重要性は失われた。 王国の大艦用法を持つも、ハプスブルク家の本拠地ホーフブルク宮殿に移された。その後、城は神学校となり、多くの重要な知識人を教育し、スロバキアの歴史において重要な役割を果たした。1802年に神学校は別の場所に移り、城は弊社として軍に割り当てられた。1809年にナポレオンの軍隊によって町と城は、 攻撃を受けた。1811年5月28日、城は守備隊員の不注意により、大火災と爆発を引き起こし、街の一部にも燃え広がった。19世紀中期の城、ありがとうございます。